第二次、ヘルドニアの戦いは、第二次ポエに戦争中の紀元前210年に、ハンニバル率いるカルタゴ軍が南イタリアのアプリアでローマ軍を包囲殲滅した戦い。この大敗により、ローマとすでに疲弊していた同盟都市の関係は悪化した。ハンニバルにとっては戦術的な勝利であったが、ローマ軍の勢いを長期間押しとどめることはできなかった。 その後3年の間に、ローマはこの戦闘で失った領土、都市を回復し、ハンニバルをイタリア半島の南西に押し込んだ。この戦闘はカルタゴ軍最後の勝利であり、その後は引き分けもしくはローマ軍の勝利に終わっている。現代の歴史家の間には、紀元前212年と、 紀元前210年にヘルドニアで二度の戦いがあったとするティトス・リウィウスの記述に対して論争がある。ローマ軍指揮官の名前は、紀元前212年の戦いがグナイウス・フルイウス・フラックス、紀元前210年の戦いがグナイウス・フルイウス・ケントマルス・マクシムスと類似している。このため戦いは一度のみであったとする説もあるが、定説とは見られていない。 アルプスを越えたハンニバルは、紀元前217年には南イタリアに侵入し、館内の戦いでローマ軍に対象した。この勝利により、カンパニア、サムニウム、アプリア、ルカニア、ブルティウム及びマグナ・グライディアの都市国家の中には、ローマとの同盟を解消して、カルタゴ側につくものが出てきた。その中の一つが、アプリア北部のヘルドニアであった。 すでに紀元前212年にはハンニバルはヘルドニアでローマ軍に対象しており、他にも多くの戦いで勝利を収めていたものの、ローマとその同盟国との関係は大きく損なわれることはなく、徐々にではあるが確実に反撃を続けていた。第一次ヘルドニアの戦いでは、法務官グナエウス・フルイウス・フラックスのローマ軍はほぼ全滅した。しかし、 フラックスの軍はローマが保有する野戦軍の一部に過ぎなかった。数年にわたるカプア包囲戦は紀元前211年にローマの勝利に終わりハンニバルと同盟していたイタリア半島第二の都市は陥落した。カルタゴ軍がカプアを防衛できなかったことによりカルタゴ同盟都市の中でのハンニバルの力は弱まった。ローマの南イタリアへの侵入は 紀元前210年にも継続して行われた。アプリアでは、失勢官、マルクス・クラウディウス・マルケルスと前失勢官、グナイウス・フルーイウス・ケント・マルス・マクシムスがそれぞれ軍を率いていた。合計兵力は4個ローマ軍団と、ほぼ同数の同盟国軍であった。二人の軍はさほど離れていなかったため、ハンニバルはあえて戦闘を仕掛けようとはしなかった。このために、マルケルスは、 サラピアを落とすことができた。サラピアでは市民の一部が反乱し、カルタゴ守備兵を殺した。この挫折の後ハンニバルは交代したが、ウルティウムに去るのではないかとの噂が流れた。これを知ってマルケッテスはサムニウムに向かい、カルタゴ側のノに都市を落とした。他方、ハンニバルは北アプリアに戻り、ヘルドニアを囲んでいたケントマルスを攻撃した。 カルタゴ軍に比較して兵力が劣っていたにもかかわらず、ケントマルスは退却せず、戦闘を挑んだ。軍を2列に配備し、カルタゴ不評に突撃をかけた。ハンニバルは全ローマ軍及びその同米国軍兵士が、戦闘に参加するのを待ち、ヌミディア騎兵に包囲させた。一部のヌミディア騎兵は十分な防御がされていない、ローマ軍や英知を襲った。また一部は、ローマ軍の背後に回り、 これを蹴散らした。ローマ軍正面も同様であった。ケントマルス本人、12人中11人のトリブヌス、及び数千の兵が戦死した。残りは3日し、いくらかはサムニウムのマルケルスの軍に逃げ込んだ。この勝利はしかしながら、ハンニバルに戦略的な利点はもたらさなかった。長期的に見て、ヘルドニアは保持できないと判断し、住民を 南のメタボントムとスリウムに移住させ、都市自体は破壊した。それに先立ち、ハンニバルを裏切り、ゲントマルスに寝返ろうと共謀していた著名な市民を処刑した。夏の残りの間、ハンニバルはもう一つのローマ軍を撃退することを余儀なくされた。マルケルスとの次の戦いはヌミストロで行われ、決着はつかなかった。ハンニバルはこの作戦開始時に失われたポジションを、 取り戻すことはできなかった。ヘルドニアでの二度目の敗北の後も、ローマ元老院はその抗戦的姿勢を変更しなかった。館内の戦いの敗北後と同様に、敗山軍に対して懲罰的な処置を実施した。四千以上がシチリアに送られ、館内での敗山兵と同様に戦争終了まで、シチリアに留め置かれた。しかしこの処置は望ましくない結果を引き起こした。 兵士の多くは、ラテン語系同盟都市出身であったが、イタリアでの継続的な戦争を20年以上、借り出されていたこれらのラテン都市国家に、かなりの不満を引き起こした。ローマは30の都市に対して、追加の人材と資金の提供を求めたが、そのうち12都市はこれを拒否した。この危機は5年間続き、ローマの戦争遂行能力に、深刻な影響を与えた。ありがとうございます。